サーコン入ります。さて、見やれ三成、あの破城槌を我らごと取り壊さねば気が済まぬらしい。恐れ多くも秀吉様より賜りしこの城をだと。門扉を閉じろ、からこまれ。あの門をこじ開けてやりましょうぞ。状況開始。水の制御は我ら工場部隊にお任せあれ。なんと強引な輩どもよ。運び手を狙い撃て。悪夢の杖を用いさせるな。三成様を思えばここを通すわけにはいかんのだ。その門を三成様だと思って守れ。いや、それちょっと怖すぎだわ。破城槌発進。命に代えても通してみせます。守城槌出撃。強靭の目を恐れるな。右城槌突貫。軍師の策には気をつけない。なだれ込んできた敵さんをサクッと包囲殲滅できたらいいんだけど。サバンを名乗る以上これ式の役目は果たさねば。なるほど、サバンに近しと名乗るだけのことはあるか。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。秀吉様の敵だ。一辺の躊躇なく切り刻め。いいか、俺たちは俺たちができることをやろうぜ。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。中央不足に敵の増援あり。ここでまだです。百発消滅。天を仰ぐか、武士を仰ぐか、目下の悩みはこれに尽きる。へへー、ドンピシャ。へえ、豊臣にも話せそうな奴がいるじゃんか。こんなもん落ち目のうちに入るねっつーの。賢人よ、武士の先読みには恐れいる。預かっていたこの兵らありがたく向かわせるとしよう。半兵衛様の教えを胸に、いざ整列突撃。よよよやお城なしのガチンコ勝負、悔いとかないっしょ。それがしが行く。この者、奴の泣きどころを見極めよ。いかに仕込みを巡らせようと、その心まで覆えるものか。約束だ、あんたの分まで勝ち続けてやる。あんたの明日を俺が繋いでやる。もはや一刻の猶予もない。急ぎ、破城槌を無力化せねば。
天下創生、まこと途方もない話だ。すべて終わりし後、統率を学び直さねば。無常水説問止めろ、この城を私のヨルベを突き崩すな。サガツ風とて切り伏せるのみだ、秀吉様のように。ここであったが百発勝負。もののついでに教えてやろう、そちらの道が手薄よ、手薄。騒がしきには引き取り願おう、我の療養にも響くゆえ。振られちまったとくりゃ、超か半か二つに一つ。いざ出たとこ勝負。このかすかなる風紀の乱れは間違いない。さあ、こんめ、豊臣が将の意地、我に見せてみよう。待ってました、島の左近入ります。さすが大将、あ、お見事。実のところ、ここまでは手で知り得ていたが、さて。誰一人として遅れぬ流れ、出撃！三成様、俺の命好きに張ってくださいよ。パーッと派手にかっこよく。さあ、三成様にそう言われちゃマジで行くしかねえよな。歩む先を才任せとするのもその辺にしろ。はいよ、聞こえてますって。あいつ絶対振られるって。じゃあ勝てますか。おい、みんな勝った勝った。はいはい、邪魔よ邪魔、邪魔ですよっと。進め、手柄は早い者勝ちだ。砂糖つい配備完了。い、生き残れた。憎いか三成、案ずるな、我も同じよ。おい、あんたら三成様にぶっ殺されてえのか。すみません。心し、
この失態こそが豊臣の名を恥ずかしめると。未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。シーマサコン入ります。サコン隊バットン、いつでもいける。大事なもんを壊されんのってすっげえきついんよ。サコンの名にかけてそちらさんの好きにはさせねえ。バッチも戦もマジでやるからアップなんだ。ここがよっ、油断、いやいやするわけないっしょ。根田屋敏郎、ただの一つとて息を残すな。へいよっと。つうわけで悪いね、ご一行さん。ここであったが百発勝負。そちらさんの調子どう？ついてる？おかげさまで今宵もうまい酒が飲めまする。あいつが来てからちょっと空気が変わった気がするよ。聞け、サコン、その課題を解く眠らせろ。そちらさん、まだやる気？全部泣きしちまってから泣きつくなよ。俺が身軽なのは頭の中身が軽いからだとさ。いや、ここ笑うとこだし。ちっちゃく負けてでっかーくか。やっぱ戦はこれっしょ。サコンで無造作にその身を晒しすぎだ。負けても恨みっこなしって言ったよな。あれ言ってなかったっけ。掴んでるだけじゃいつかなくしちまうんだ。俺結構いい感じだね。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまった。よ、まあよかろう。我が引き受けてやるまでよ。さすが、向かうとこ敵なしだ。いざ戦場に立つと力がみなぎってくるものよ。
さは目が睨んでおりまする。進め。工場部隊見事成し遂げました。扉の一つとはいえ、恐れ多くもこの城に傷を。秀吉様、どうか私に。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。ここであったが百発勝負。はってなんぼの命っしょ。さあさあ、はったはった。感じるな、我など小物よ、太閤らに比べればな。我を白々しく思うか。この装いではまあ無理だ。勝負など置いてこちらへ来い。道成、主はまことあの日より続く愚かしきよ。近頃の我はな、裏側がざらめいてたまらぬ。ご苦労よ、主の末間は記憶に残す。我が本当に求めたのは、強欲なる者どもめ、どこまで奪えば満足なんだ。こしゃくな。先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊再始動。左上大津激進。邪魔する奴ごと引き潰します。右上大津侵略。たとえ無慈悲とそしられようと参りましょう。それがし音もつかませる。前から気になってたんすけど、豊臣軍ってなんか暗い人多くないっすか。三成様にしろ行部さんにしろ、たまには褒めてくれてもいいんじゃねえ。よい神谷の者、生きて帰りたければ前に進め。石田君が勝利。島の左近が打ち取った。ここであったが百発勝負。まとめて化けて出てくるとか、マジで効かんだな。はってなんぼの命っしょ。増票でも良いではないか。我らこそ至高の増票よ。あんたは絶対出世する。俺の人生左近さんにかけた。そうよ。さて、一丁派手にいっときますか。
背を向けた者から、主を見捨てた者から斬る。骨を晒そうぞ。そらそら、もっと骨のあるやつはいねえのか。行くぞ、敵軍に報いる一死となるまで。石田の像に御留意あれ。そろそろお前も城を持つべき頃合いよと、そうおっしゃってくださったのに、私は期待を裏切るのか。左上王水待機。ここを破ればいよいよですぞ。工場部隊、責務達成。あとはお願いします、我らが大将。やべ、マジでひ、すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、残らず消滅しろ。この勝負、俺は俺の全てをかける。さあ、あんたは何をかけるんだ。なり様ほどの忠義者が他にいようものか。そっからどうするかが意地の見せ所ってね。イカ様撃つやつは絶対許さねえ。そちらさんもこちらさんもそこんとこ頼むわ。俺結構いい感じだね。時よ、さかのぼれ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。豊臣の左腕に近しい島左近。まあこんなもんでしょう。